はようございます。おはようございます。今日から始まりますね、赤門道場。いよいよですね。いや楽しみ。今日はですね、まずは自己紹介してもらって、その後みんなの今の実力を測る実力テスト作ってきました。日本最難関東京大学を目指して河野玄斗のもとに集った門下生たち、一体どんな5名が集まったのか。桃香です。元気高校3年生です。文化一類志望です。頑張ります。新田と言います。去年まで高校にいたんですけど、今は浪人をしています。東京大学文化一類志望です。歴史が好きなので、どういう原因で展開していったのかっていうのを学んでいったりするのがすごく好きなので、東大に行って深めてみたいなっていうふうに思ってます。みゆです。18歳の現役高校3年生です。東京大学文化一類志望です。結構周りはそのまま内部進学するって感じの属校で、あんまり大学受験っていう感じではないんですね、授業的にも。実際どのぐらいが内部進学するんですか？9割ほどです。こうきです。高校3年生です。理科二類志望です。趣味は僕音楽全般で、部活とかも結構音楽の部活入ってたんですけど、まあ音楽聴くのも演奏するのも大好きです。元気です、はい、で今理系でリカさんで出してます、うん、一番使ってる参考書読み込んでますね。東京大学理科3で目指します。そのグラさんは私物ですか？そうです、ドンキで買いました。ドンキで合格できたらと思います。それでは採点が終わりました。今から結果発表していきます。1位がこうきくんで163点、おめでとうございます。ただ油断しないように、ね、僕たちが今こうテスト、みんなの回答もみんなでずっと話し合いながら、ここが弱いねとか、ここを直さなきゃダメだねってところもかなり把握はできたと思っているので、東大合格目指して頑張るぞ。赤門道場スパルタ合宿のためです。まあサッカーするんじゃないかなと踏んでたんですけど、まあ勉強でした。一つ目の課題は無限問題マラソンです。ちょっとこれはまずい。意識的に数学を上げていかねば。2つ目の課題が英単語暗記特訓です。1問です。30点中29点、惜しいです。あ、それか。23点。第1回が29点だっただけに。あ、減りました。元気くん第4回合格です。イエーイ。最後の最後で無事満点。3つ目の課題はようやく地獄です。結局何が言いたいのかだけ言ってくれればいいから、その前提条件はいらん。前提がもうずれてる。何言ってるか今分かんないから、もうちょい待たないでほしい、はい、もう一回短く短く、はい、個人の価値観によって、うん、ちょっとごめんなさい。大丈夫。うまく要約できない、伝えられない、そうした悔しさから思わず涙が。スパルタ合宿お疲れ様でした。第1位はこうきくん14点でした。すごい。だって課題1、課題2、1位で課題3が2位ということで、今日のスパルタ合宿お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れたと思うのでゆっくり休んでください。乾杯。本日なんですけど、スターディ恒例の10時間勉強を皆さんにしてもらいます。まずは髪。自由な勉強スタイルの後期、元気はヘッドホンをしながらの勉強。河野先生は、あ、塾長ですか？塾長はですね、一緒に勉強してます
ちょっと僕も10時間勉強しようかなと思いますね。脳に染み渡るわ。自分に合った休憩スタイルを探すのも長時間勉強のコツ。とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。自分で拍手してあげてください。夏の東大模試が返却されてきたと思うんですけど、皆さんどうでしたか？英語がとにかく時間足りないっていうのが1回目で分かって、2回目でスピードアップしたので結構伸びが良くて、なんかその夏前に受けた模試よりちょっと成績が落ちてしまったので、まあ逆にその本番に向けて良い葉っぱをかけてもらえたんじゃないかなって感じがします。数学になるんですけど、問題文の読み間違いでその前提からずれちゃって、その大問の6つのうち2つがその最初から0点になっちゃって、判定はいいんですけど、成績の内訳ってのを見ていくと、なんかちょっとここダメだねっていうか、ここはもうちょい取れたでしょ。例えば英語とかは得点すべき得点をまだ取れてないし、あと数学は数学で振れ幅が大きすぎるので、わあ、どっちもいい点数じゃなかったので、まあショックです。自分の課題点は英語と国語だって分かってるんで、そこしっかり詰めていきたいです。点数だけ見たら良くないんですけど、でも、まあ、分析していったら結構その自分の弱点とかが分かって、社会系がやっぱり、まあ、だいぶ低いっていうのは、でも勉強時間に比例して低いんだろうなっていうのは分かってて、英語社会が課題です。これもまたボロいんですけど、小1の時からこれ使ってます、普通にそこが破れない限りは使い続けるつもりです。愛着もあるので。あ、これ写してほしいです。結構ちょっとハイセンスな。あとこれやだな、なんかミーハーみたいな超恥ずかしいですね、こんな持ってるの。もうこの4ヶ月を頑張れるか頑張れないかって、あの受験の合格も左右するし、やっぱりこう自分の尊厳じゃないけど、この最後の4ヶ月すら頑張れない人間なのか自分はって思いながら一生を過ごすかどうかっていう、今後の人生の、まあ、大事な分岐点にもなってくると思うので、本気で走り抜けられれば今後のね長い人生の中できっと自信になると思います。最近いろんな模試が返ってきたと思いますが、どうでしたか？世界史でてっぺんを取らせていただきます。ゆうちゃんどうでしたか？力を入れた科目は伸びたので、英語はもう点数3倍とかになった、まあ、結構 B 判定以上もね、取れる子もちらほら出てきて、このまま最後まで努力を積み重ねていけばきっといい結果が出るんじゃないかなっていうふうに思います。ただ一個気になるのが、あの元気くんがそのちょっと自信がなくなってきてるんじゃないかなっていうのが不安で、採用してくれたのかなっていう、まあ、やっぱり受験って最後伸びるかどうかっていうのはそのメンタルっていうところが本当に大事になってくるので、そこの心がちゃんとついてきてるかなっていうのは心配ですね。それぞれ11月に受ける共通テスト模試に向けて目標を書き出します。そうすると合計が795になって88になるんですかね、これが700だと思います。はい、 77% ぐらいか。そう、でも数学はまあ取っときたいなってことで、おお、820、おお、9割ちょっと、おお、文科生たちの強手模試目標点数はこちら。全員での目標達成に期待です。寂しいやろ、意外すぎる。ハルジと公演やってた。あ、公演、意外、両方やってた。怖っ東大もすぐそばにあるので、みんなでちょっとだけ東大見学して今回の会を終えましょう。めっちゃいいところだなって感じがします、ね、でかくて綺麗で、駒場見に行ってもっと行きたくなって、ここ見てもっと行きたくなりました。本当いい気持ちになりました。ああいうところでやっぱり勉強したいです。思った以上にもっといろんな施設があって、ここで勉強したいなって思いました。これ東大行きます。
皆さんお疲れ様です。まあ、受験当日までもう3ヶ月を切りましたということで、まあ、赤門道場も次のステージに進んでいきたいと思います。まあ、これまではどれだけ頑張っていたかっていうところを重視してたんですけど、もうこっから先は結果もう全振りで、共通テスト模試の目標点を立ててもらいましたが、今回はその発表をしてもらおうと思います。今回の僕の模試の点数はこちらです。結構落ちちゃいましたね。そうですね、ちょっと目標を高望みしすぎたかなっていうのはありますね。いや、まあ目標は高望みではなく本来取るべき点数ってことだから、まあね、単純に実力不足だと思います。50、50、五分五分ぐらいですね。数学がなんとかなるか、それでと古文漢文で点数が安定するかどうかだと思ってます。世界史と地理は大きく、世界史地理をどう点数に結びつけて勉強するかっていうところですね。だからそこのところがまだ確立されてなくて模索中っていうところが課題です。今回の僕の模試の得点はこちらです。あら、結構落ちちゃった、ね、そうですね。一日ずつ続けての模試なんです。英語の前に、うん、昼食があるんですけど、うん、昼食食べ忘れちゃって、その外 の、うん、あの日高屋で、うん、馬から温玉ラーメンってやつが大好きなんですけど、うん、それの大盛り食べちゃって、うん、血糖値が上がりすぎて眠くなった。血糖値スパイク起こしちゃって眠かった、眠かった、ちょっと眠かった昼食に日高屋食べない、まあ、本当は分かってるのに取れないみたいな、そういうミスを今から直していくしかないし、それを補ってあまりあるほどの点数を取る余裕もないから、まあ、それをあと2ヶ月精一杯あの直すことに気をかけていけたらなって思ってます。今回の私の模試の結果は、大きく悪いわけではない。強手模試の結果はあんまり良くなかったんですけど、まだあと1ヶ月ちょいあるので、1ヶ月ちょい後は9割取れるなって思います。降臨今回の僕の模試の点数は、おー、国語がね、ただ数 A 物価はちゃんといいね。田中先生にスパルタ指導してもらおうかなと思ってます。自分じゃないくらい勉強できるようになって、なんか以前の自分と違うぐらいモチベーションを高めてくれるような本当に場所だなって実感してるので、ありがたいです。普通に仲良かった、でずっと受験頑張ってた、私入れて3人いたんですけど、他の2人が指定校で早稲田と慶応に行きやがったので、それでも頑張ろうと思います。まあ、社会では負けないので、数学で追いついて追い抜いて任してやります。僕の最近の趣味は、ヤフー知恵袋で恋愛相談に乗ることです。まあ、こんなの見てる暇あったら勉強しろ。以上です。皆さん、今回なんですけど、まあ、僕からの最後の挑戦状としてまたテストを受けてもらおうと思います。共通テストまで1ヶ月を切った。河野からの最後の挑戦状に真剣な眼差しで挑む5人、成長を見せられるだろうか。試験終了です。筆記用具を置いてください。まあ、共通テストの決起会を兼ねて、まあ、みんなでピザを食べましょう。ただ、その前にですね、みんなを応援してくれる、まあ、スペシャルゲストが駆けつけてくれてるので、まあ、ちょっとだけここで待っててください。どうぞ。どうも、はじめまして。こうちゃんって言います。よろしくお願いします。お願いします。なんかあんまり僕何も知らないで来たんで。はい。いやでも、あのクイズノックの、はい、まあ、今はもう卒業は発表したけど。発表したけどな、はい。あ、そう、みゆちゃんね、実は。めちゃくちゃ大好きで。あ、本当ですか。二次試験の時は、うん、そんなに緊張しなかった、それとも緊張した。二次はあんまりね、今思うとセンターの方が絶対緊張した。へえ、その理由って何だろう。二次は、うん、やっぱまず、うん、東大に入れたのがちょっと楽しかった。
あーなるほどね、あやっぱ田舎の群馬、受験会場が群馬出身としては、あ本番は結構、まあ、緊張しない工夫はいくつかしてて、うん、あの俺の学校はセンター試験全員制服で受けなきゃいけなかったんだけど、うん、やっぱちょっと制服で緊張しちゃうなと思って、もうガチ私服で行きました。あ、ね、私服でも私服でも、うん、あの制服でもどっちでもいいと思うんだけど、うん、ガチ私服で行って、うん、あとこれはねよく言ってるんですけど、うん、僕オレンジジュースが好きなんですけど、うん、オレンジジュースをあの東大の試験で2日間あるじゃん、うん、1日4本持ってた、うん、あじゃあもうなるべくいつも通りの環境を試験会場で、まあ、作ろうっていうのが、まあ、そう近いね、そういう考えに近くて、あなるほど、 どうやったら自信がつくと思う、自信のつけ方ですか、うん、焦ってる自分を見つめ直すこと、本番中に、うん、数学本番ね、二次試験ね、問題見て、俺初見で4問とも分かんなかったってなったけど、結局3問全部正解したから、4問中ね、3問全部当ててるから、やっぱね冷静になればちゃんと勉強してたら絶対解けるから、多分解けないのは自分がただ焦ってるからに過ぎないで、本当に解けない、力を出して解けないならみんなも解けてないから、うん、でやっぱ思えるのは勉強を積み重ねたその自信だと思いますね、それがやっぱもたらしてくれるものだと思いますね、うん、やっぱ基本は勉強することだと思います、うん、自信をつけるのは、まあ、自信を持って自信を持ちつつ、まあ、元気とかいろんな人からアドバイスもらいながらやれば絶対よかると思うんで、頑張ってほしいなと思います、はい、ありがとうございます。受験合格に向けてみんなで頑張っていきましょう、乾杯、乾杯、はい、イエーイ。それでは結果発表をしていきます。まずですね、新田くんですね、今回は140点でした。まあやれるだけのことはやってきてるので、で成果も全くないわけじゃないと思うので、2ヶ月目に間に合わせるしかないっていうところですね。こうきくん、今回は150点。着実に成長はしてきると思うんですけど、その4ヶ月前から言ってたそのミスを減らすっていうのが未だに減らせてないことに対してちょっと自分もちょっと焦りはありますね。本当に どうしたら減るのかなっていう。元気くん、今回は132点でした。個別指導で国語も始めました、はい、始めました、はい、他人から別視点で教えてもらうっていうのは客観的に自分の考えを評価するにはとてもいいかなと思います。ももかちゃん、今回は188点。田中先生にも国語が一番できてたと言われ、あと英語もいいって言われたので、すごい自分の伸びを感じて嬉しいです。ここでちょっとみゆちゃんの方からみんなに伝えなきゃいけないことがあります。ここで私は赤門道場を脱退しようと思ってます。だけど東大は諦めきれないので、また来年の東大受験再チャレンジに向けて頑張ろうと思ってるので、一緒に頑張りましょうっていうか、なんか会えないかもしれないけど私も頑張るので皆さんも頑張ってください。たくさんの方々に応援されて、こう自分でも精一杯頑張れた半年だったので、本当に私の人生においてすごい貴重な期間だったと思ってます。ありがとうございました。周りに内部進学が多い中で大学受験をするっていう選択をしたみゆちゃんにすごい刺激を受けていました。みゆちゃんからの刺激も忘れずに頑張っていこうと思います。まず今までそのよく頑張ったっていうふうに言いたいですし、万全の状態になってまた戦いを始めてほしいなっていうふうに思います。また一緒に同じ駒場のキャンパスに足を踏み入れましょう。健康が一番だし、無理しない選択ができたのもなんか上から見せみたいだけど良かったし、まあ、また会いましょう。こういう店に来てやその10時間ぐらいまとめてドーンって居座っちゃうみたいなことやってますね。ずっとあそこの閉塞感の空間の中から出たい時とかは外でこういう風に呼んだりとかもしますからね。商店
不安？楽しみですね。今はオフです。オンの時は、まあ、大体移動するんですけど、家では勉強しないんで、まあ、その移動する中で自分を高めてオンにしますね。まあ、こことかそういうところで勉強したりしてます。10で傾向がある。10で Parents tend to interfere too much with their children's lives. Tendency. はい、これ公式の。おお、結構ずっとオン。ご飯食べながらも勉強をするしたり、あ、でもお風呂入るときは音楽聴きながら、カラオケ好きなので、でも最近行けてないので一人カラオケお風呂の中でやってます。今親とは離れて暮らしてると思うけど、寂しいなと思うことありますか？留学したときがめちゃめちゃ寂しくて、もうそれからはもうそれ以上の寂しさはないので、寂しくないです。要は強くなりました。おはようございます。初詣行って、まあちょっとご利益ももらいに行きましょう。五円玉、確かもう一個あ、すごい、五円玉も五円のお釣り溜まってるってことは出し方下手ってことやりたくてください。ミスないように全力出してかましてやりたいと思います。9割を目指します。頑張りましょう。9割取ります。待ってください。緊張してますか？緊張してますか？まあ、そのことはそのことでもないです。ああ、武器科目なんで今日は稼いでやろうっていう感じ。試験当日頑張っていこうと思います。1週間前ぐらいからめちゃくちゃ緊張してたんですけど、逆に今もう全然緊張してないですね。1年に1回しかない。一生に1回、一生に1回です。一生に1回にします。最後にします。グータッチしてください。大丈夫大丈夫、キュウリ取ってきます。心臓の高鳴りがやばいですね。ちょっと本番頑張って。受験票はお出しになってお進めください。共通テスト2回も終わりました。いろいろ反省点多くて納得いってないんですけど、まあ、これで僕の共通テスト終わりということで、二次試験に向けて頑張っていきたいと思います。評定が一応終わりまして、2日、文系科目はもう答えが出てるんで採点はしたんですけど、まあこれがまあ結構良くて、でも理系科目がちょっとやらかしたかなっていう感じがするので、ちょっと不安が残ります。いや、本当に皆さんお疲れ様でした。今まですごい準備してきてこの2日間を迎えられたし、この2日間を本当に何の問題もなく終わらせられたのは本当に素晴らしいことだなと思います。改めまして大学入試センターの皆様、本当にお疲れ様でした。23315日には結果発表生配信を実施。100、おもかちゃんの地理の点数は91点。おお、地理90点はすごいですよ。すごい。こうきくんの数一への点数は
おっとおっと100点です。おめでとうございます。元気くんの、ちょっといいですか、うん、あの僕、あら、数1解いちゃって、あれ、ほんと言ったのに。いや、そうなんですよ。前日 LINE したPS、うん、絶対に数 1A、数 2B を解くようにそれを、マイクの上に。元気くんの数 1A の点数は100。全員高得点を連発、河野も一安心。かなり点数としては良かったんじゃないでしょうか。最終的にどこの軽い受けることでした。最終的に理科二類を絞ってしまった。理科二類、はい、ごめんなさい。東大 B だったんだ。東大 B ですね。すごい、まあ、妥当な。で、平眼校は、平眼校が、うん、まず京都理工が早稲田の政経の経済を志望して、うん、私立は慶応の経済の A 日程、うんうん、あと慶応の理工を受けます。うんうんうん、あと後期が一橋のソーシャルデータサイエンス、このままミスがないように、ミスがないこれだけ、はい、1ヶ月過ごしてもらえれば大丈夫だと思います。はい、頑張ります。うん、東大の軽いは決めましたか。よほどのことがない限り分1です。うんうん、じゃあ平眼校の方は、早稲田の方と、うん、慶応の方、うん、一応後期は外語大に決めてまして、うん、外語大の西北ヨーロッパとアメリカ、北アメリカっていうところに一応出しました。うん、あと1ヶ月頑張っていきましょう。はい、うん、もう軽いは決めましたか。はい、文化一類で。文化一類、うん、はい、お、B 判定いいんじゃないですか。あっち C、 C 判定。じゃあ平眼校の方は、平眼校は、うん、落ちたら浪人する気満々なので。なるほど、はい、でも練習のために和製賞、うん、和製賞、はい、数学難しいもんね。難しい、うん、なんか現役で受かるつもりで、はい、ていうか受かる力持ってるから、うんうん、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、元気くんも軽いは決めましたか。はい、決めました。お、まあ、理三じゃなくて東京医科歯科大学に進学することにしました。医科歯科、理三、うん、東大っていうよりは自分やっぱりその、うん、お医者さんになりたいって気持ちが、はい、うん、そうです、そっちを優先しました。うん、確かにその理3から例えば理1とか理2とかっていう志望校の変更の仕方もあり得るっちゃあり得るけど、まあでも医者になりたいっていう方を優先して、まあ、東大が全てじゃないからもちろん、まあ医科歯科に行くっていう選択はすごいいいんじゃないかなと思います。それ以外のなんかこう私立とかっていうのは決めてます。慶応、慶応医学部、あと慈恵、慈恵院、うん、あと順天、あ、順天、あと国際医療福祉、うん、ちなみに後期は受けるの。はい、後期は山梨大学に志願しました。うん、まあ油断せず、はい、うん、医科歯科に向けて頑張ってください。うん、頑張ります。うん、しょ、キッズカットあ、開ける、皆さんに、私から受験講座を取ってください。受験講座ね、いいじゃん。で、受験の日の昼休みに食べてください。してやばい、ちょっと運んでる間に溶けそうなんだけど今日、みんなで集まれるのもね、ちゃんと集まれるのも最後のところなので、お寿司です。今何食べるんでしょ。今ね、114 114 全員合格するぞ。おー、こんにちは。お願いします。元気のリクエストは数学の問題演習、解いていく過程も河野がチェック。いや、本当今日扱ったのちなみに入試問題の中で難しい問題だからね。でもそれでも結構戦えてたから、そこは自信持って突き進んでください。じゃあ、お疲れ様です。こういうふうに格闘するわ。うん、って感じ。そのね、思考プロセス一番いい筋っていうね。なるほど、うん、もっと自分が知ってる簡単な問題ってどうやったっけから考えてるのはめちゃくちゃいいこと。1本少なくなったやつを1個足せば、うん、ああ、なるほど、そうそうそう、そこをちょっと意識してもらえればいいかなって思いました。はい、はい、そんな感じでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お、今日もやってるメンバー、はい、おはようございます。おはようございます。2023年すごいいろんなさ要素があって、それは70から80時、少ない文字数の中でいかに要素を詰め込むかトレーニング。
そこはちゃんとあのチューニングして、はい、試験本番に向けて頑張ってもらえたら、はい、いいかなと思います。お、こんばんは。待ち受けてた。ももかにはオリジナルの数学問題を解いてもらう。ま、目的意識として分数関数の最大最小問題、どういうものがあるかなっていう選択肢はかなり限られてるよね。じゃあそんな感じで本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。2つぐらい。じゃあありがたく頂戴します。こちらこそありがとうございます。いや、受験前ラスト家庭教師終わりました。今から点数伸ばせることはもう教え切ったかな。もう最後の最後はみんながね、詰め込んでくれるのを期待するだけですね。信じるだけだ。お疲れ様です。こうきです。本当にあとできることとしては、自分のできてないところをできるようにして、1点でも多く点数を伸ばしていけるように、1点でも多く点数を大学側からいただけるように、皆さん一緒に頑張りましょう。新田です。いつも応援ありがとうございます。これからは東大に向けて一心不乱に頑張ってるところですので、皆さんも僕も一緒に頑張っていきましょう。受験生の皆さん、まずは無事受験できることだけでもすごいと思うので、どんな結果であれそんな自分を褒めていたわってあげてください。笑顔で春を迎えられるよう願っています。皆さんこんにちは、元気です。まあ、今までの努力が正しかったっていうことを証明する日がついに来たということで、まあ、お互い全力出し切るように頑張りましょう。今までの努力を信じて、最後まで悔いの残らないよう共に頑張りましょう。よし、はい、頑張ってきます。じゃあ頑張って、はい、いってらっしゃい。頑張って健闘を祈る。いってらっしゃい。頑張ってじゃねー。大丈夫ですね。頑張って頑張ります。はい、頑張って、いらっしゃい。いやー、全く落ち着かないですけど、もう全く落ち着かない、本当に。お疲れ。ももかちゃんは、まあ、もうやりきった。もうそれが一番。悔いはないです。あ、素晴らしい。これみんなそう言ってるからそれが一番いい、うん、いやそれが俺ホッとした。俺はもう誰かみんなここに来た瞬間泣き崩れるみたいな。いやそれは思ってました。ウハさんは入れた。何ウハさん、リベラルは入れた。ライト通り、あーね、うん、今はいらないんじゃないかな。でも、なし、うん、こうやめないで、もうどうでもいいわ。どうせ話しても変わらないから、ね、実力出し切ったっていう事実が大事だからね。そう、うん、受験お疲れ様でした。お疲れ様でした。ユッケだ。うわ、すごい、絶対うまい。うまっ。いいですか、こんな。笑っちゃうね。いや、もうなんか青春が終わっちゃった。うん、本当に一つの青春、ね、感動するだろう。青春だよね、受験って。青春でしたね、うん、じゃあ、お疲れ様でした。一本締めで、よー、はい、こんにちは、新田です。今が2月28日の9時13分ですね。早稲田の政経の合格発表が出たっていう話を聞いたので、今から早速見ていこうと思います。受かってました。ちょっとこれ自分でも予想してなかったんですけど、私立が全勝で、ほんとまあ縁起はいいなっていうふうに
思います。東大も受かってたら本当に優秀の美って感じで、浪人生活を終えれるなって思うので、今はただ待っていこうと思います。早稲田大学商学部数学型受けました。はいはい、じゃあ見ます。え、どこ押すんだ。お、受かった。あ、よかった。受かりまーす。受かりました。やっと、いや、よかった。いや、マジで一瞬落ち、いや、ワンチャン落ちたなって思った。おめでとうございます。やった。はい、金沢のおばあちゃんのお家からでした。ありがとうございました。それ今はどこにいるんですか。今はおばあちゃんの家に。これからご飯。これからそうですね、お寿司をおばあちゃんに握ってもらうっていう理工の合格発表を見ていきたいと思います。今ね、ここ、これ確認って押したらもう出るんで、いや、ちょっと緊張するな。押します。3、2、1。だねー。おはよう。これさ、ちなみに、あ、そっち折り。あ、ありがとう。あ、ダンダンちゃん。2年間傷をつけないっていう条件で、無理安く買ってるみたいな、使ってるみたいな。熱い。完全オートになってるな。これ色ペンあったりする？色ペンあるよ。ナイス。ちょっと、みゆちゃんに会ってきた。あ、すごい。やるね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 。確かに。やる。発表順？発表します。最後の感じで。後期が最初ってこと。俺が最後。あ、最後なんだ。途中で顔終わってるよ。いや、でも受かったっしょ。すごいフラグ。受かってますけど。受かってますけど。受かったっしょ。いや、受かってはいいんですよ。うん。だからモンガちゃんの発表終わったら僕お風呂入ってくるから。勝った。もう勝った。あ、ちょっと。あなたくんもこんな。何がですか。お茶が。いや、いや、元気なんかずるいな。ずるいな。結果出てんだから。ほら、見て。ほら、元気こんな。元気こんな。確かに。本当だ。俺は俺結婚で。ちょっと。あ、そうない。なんで緊張なの、それは。いいっす。おはようございます。今日もね。マジ？ありがとう。トイレ行かなくて大丈夫。話せれば、これどうする。一応なんか泣いたら取っておいてくれ。あ、泣くよね。泣くよ。じゃあ俺の手前に置いといて。嘘つけ。嘘つけ。では、配信開始3秒前です。3、2、1。河野玄斗の赤門道場合格発表生ライブ。元気くん、東京医科歯科大学3月8日に結果出ております。それではお東大入りさん目指してきて、まあでも学力が全然振るわなくて、まあでも医者っていう道は諦めきれずに医学部を志望し続けて、まあ結果は東京医科歯科大学に しましたけど、まあ他の受験生には負けられなくて必死に勉強したけど、まあでも受かるかどうか分からなくて、まあ当時どうからどう結果見るまで全然分からなくて受かりました。私の番号は A の11074番です。11074。おぉ、そろそろだ。やばい、ちょっとゆっくりな。ゆっくりお願いします。あ、ちょっと痛い。
しもし、桜咲いた。文化一類 A10931 10931 10931 右の方が右だ。9が来る。911 912、次か20。受験番号は、受験番号は A51480 A51480 結構後半の方で、はい、お4 4 12 うわ、頼む、プレゼントがあります。おおなんだなんだ、あっ、かぶってる、赤門登場のファーストジェネレーションめちゃくちゃ書いてある。わ、一期生、一期生、いいな、ファーストジェネレーション、なんかシェア確かにファーストジェネレーションの赤門登場一期生大成功ということで、二期もおお。サポートとかしてくれるのかな。じゃあま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 あ交互期待。じゃあ春から大学生活、まあ、キラキラな大学生活が待ってるので、そんなね生活に胸を折ろう、胸を折らせながら、はい、これからまた引き続きよろしくお願いします。ということで本日の赤門登場合格発表生ライブでした。じゃあねー、合格おめでとうございます。いや、ありがとうございます。あー、顔がもう決まってんな。いや、もう本当にダメだと思ってたので、心のどこかではずっとね、あの
早稲田の政経受かってたので、その、まあ、落ちたら早稲田の政経もやっぱり楽しそうだし、やっぱり学ぶ環境としてもいいから、まあ、落ちたってそんな気にすることはないだろうって思おうとしたんですけど、やっぱり気になって気になって気になってしょうがなかったんです。旅の途中もやっぱり心のどこかで、あーやべえ受かってっかなってずっと思ってましたね。でもまあ こういう結果だったんで、まあ本当、いや本当河野塾の皆さんとか本当にありがとうございます。感謝してもしきれないです。本当に来年こう受験していく後輩たちに向けて何かメッセージお願いします。なんかちょっとちらっと京手のあれを見て大変そうっていう風になんかすごく思ったんですけど、まあ理科基礎と情報頑張ってくださいっていう感じで、まああとはそうですね、あと文系はやっぱり社会が固まらないとどうにもならないと思うので、文系は社会やってくださいちゃんと。まあ数学も国語も英語も揃わないとダメですけどね、もちろん。まあ国公立っていうのはバランスがすごく要求されるので、まあバランスを取って受かっていくっていうのが、まあ桃花さんみたいなのが一番スタンダードな感じだと思うので、それ目指してやってください。僕は多分かなり異端な方だと思うので合格おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか感想は。いやもう僕はまあ配信の時にはもう結果分かってたんで、まあ、みんな合格できたっていうことは一番嬉しいですね。演出も凝った感じそうですね、あんなはっちゃけていいのかなっていうのは、まあ、不安だったんですけど、まあ、みんなを信じてっていうのであんなあんだけハメを外すって感じになりました。要因的なの自分でどう分析しますか。まあ、夏にいろいろスパルタ合宿だったり、まあ、いろいろ自分の弱点を、まあ、この企画で見つけることができて、まあ、あとはそこを潰すだけだったんで、まあそうですね、まあ、河野塾のおかげです来年受験する後輩たちに向けてメッセージあります。もう受験は始まってるんで、まあ、一日一日無駄にせず、まあ、自分と向き合って弱み潰しながら、まあ、自己研鑽行ってほしいなと思います。改めて合格おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今の気持ちは。最高ですね、もう本当頑張ってよかったです。これが一番こう合格に聞いたなっていう自分なりの分析ありますか。私結構脳みそ平凡で量をめっちゃするタイプで、高1の時からずっと学校の勉強だけやってきて、テスト勉強と学校で配られた参考書だけをひたすら何週も何週もやってて、高1の時は休みの日は8時間とかでだんだんこう上げてって、最後は1日直前期は15時間とかやってました。受験する後輩たちに向けて何かメッセージお願いします。いい判定でも受かります。頑張ってください。じゃあ改めて合格おめでとうございます。ありがとうございます。鈴木さんの気持ちは。いやもう最高っすね、本当にこんなに人生で嬉しいことあるんだって感じはありますね、はい、これが一番その合格に聞いたなっていう自分なりの分析ありますか。そうですね、本当になるべく自分を俯瞰してみて、今自分足りてないところと、じゃあどうやったらこれを補えるかっていうのを考えて、ひたすら それに足りない自分のところを補うように練習をしてましたから。まあ、来年受験する後輩たち、はい、そうですね、もし東京大学を目指すのであれば、本当に、まあ、分離問わずその一番日本で一番上の大学なので、その勉強したことは絶対無駄にはならないので、もう真剣に1年間取り組んでもらえたら、きっと楽しい1年間になるんじゃないかなと思います。頑張ってください。全員合格おめでとう。イエーイ。